事件記者を担当しております大川圭一です。今日はですね、もう森友学園、加藤、学園、もうそういう問題を通り越してですね、今度今年の4月に成田市にオープンした学校があるんですけども、国際医療福祉大学という、これは医療関係の大学なんですね。でここの理事長が高木邦則さんという、これが理事長をやってるんですけども、この人は私も知らなかったんですけども、いろんな医療関係の人に聞くと、医療界の聖書と言われている人物らしいんですよ。確かに力はあるようなんですが、そのご自分の力ではなくて、やはり政治家の力を借りてのし上がってきたというんで、この方はいろんな政治家と付き合って政治家を利用しているようなんですね。まあ利用するからには当然金が動きますよね。まあ、黒い金の噂が私のところに飛び込んできました。それでこの大学4月に開校したばかりなんですけども、その前にですね、1995年平成7年にもう故人になられた渡辺道夫さんという大物大医師のお膝元で、栃木県内に 国際医療大学を設立してるんですよ。その後もですね、その後も今度東京の港区のその山王病院、それから国立熱海病院などを買収してるんですね。でこの方はね、年間売上1000億円以上の、もう高木コンチェルンっていう、ね、ほどのグループに成長させた人物らしいんです。ですから金に物を言わせて多くの政治家に食い込み、その補助金を取り付けることがうまい、それで医療界の聖書と言われてるらしい。で今回 その国際医療福祉大学、これ成田市に4月にオープンしてるんですけども、このオープンにあたってもですね、土地の買収にしても、これは成田市がですよ、1万5000平方メートルの土地を、市の土地なんですよ、それを無償で貸与しているということが明らかになりました。でこれの口を聞いたのは誰なんだということで、地元でちょっと噂になってるんですけども、下村博文、まあ元文科省の大臣やってるんですね。でその買収した当時がこの下村博文さんが大臣の時なんです。ですから当然この人の口利きがあったということでですね、でこの大学が戦略特区の事業選定当時にあたっても、下村博文さんが医学部の口利きをしてるという疑惑が今流れてるんです。これ地元でかなり広まってるようですね。でこの地元の新聞、まあ、千葉日報さんでもね、聞いてみたらかなりこの情報は入ってるので、まあこの一見加藤問題、まあ一見って落着はしないでしょうけども、同時にこの成田市の国際医療福祉大学、これが今度大きな問題になるんじゃないかと今戦々恐々としているようですけどね。ですからこの下村問題が正面化すれば、これまたまた政界に激震が走ると、そう見てるんですけどね。まあいずれにしてもですね、菅官房長官、それから泉四郎と首相補佐官、塩崎厚労大臣、この人の名前がこの大学をめぐって取り沙汰されてます。まあいずれにしてもですね、私も今取材これから動きますので、また次回にもっと詳しくご報告できると思います。以上です。まあこれは森友や家計ならば、まあ、それ以上とも言える大きな事件に発展しなければならない事案なんです。もともとが、この高木というのは今の福岡県の大和、まあ、いわゆる大牟田の方だね、
炭鉱部落、ここで親父が病院やっておって、息子は三流大学を出て渡辺美智雄の秘書になって、そこから東京でいろいろ動き出した。そして渡辺美智雄の後、渡辺芳美と組んでですね、最初に作ったのがこの国際医療福祉大学院、これ乃木坂にあるんだが、これは新しい介護制度を作るというですね、わけのわからん資格をその大学卒業生に与える、理学療養士を育てるとか、理学療養士がいらないんだもん。老人介護ではなぜ理学療養士という名前をつけるかと。そもそも老人介護というのは昔はその家族でやってた、年いったおじいさんおばあさんをいじめられた姑が、いじめたおばあさんの介護を泣きながらやってて、そしてその後病院の看護婦がやるようにもなった。だから病院の看護婦でできる仕事だね。なぜわざわざ大学まで作って理学療養士という資格を与えて、これも利権を作る一つの無駄なことをやったわけだ。渡辺美智雄とこの高木は、渡辺芳美、まあそういうことで、この渡辺の人脈に基づいてですね、山王病院の買収、それから昔は専売公社、今の電子タバコ、まあいわゆる昔の大蔵省の所有している病院、これを専売病院を買収して、今三田病院と名前を変えている。そして今岡井編集長が言ったこの千葉県、成田市に作ったこの国際医療大学医学部という、まあろくな人間がやってない大学ですから、だから医学部産学といって、愛知医大、金沢、医療大学、岩手医大と、やぶ医者ばっかり出て、みんなこいつらは整形手術を専門にやってるわけだ。整形の専門医みたいなもんだ。だからまあやぶをまだ育てる大学院を、大学医学を作ったようなものだろうと思うが、大体もともとがこういう渡辺美智雄というところの秘書上がりがですね、吉見というずる賢いこの政治家と組んで、次から次へと利権を作り上げていく。なぜこういうものが許されるかということは、政治に対する監視が弱いということ。これすべて大蔵省の土地を5年末期の10年払いでいわゆる買ってるわけですよ。森友学園と似たようなもんだと。ただで取ってるわけよ、国有地を。そういうことを役人の OB と政治家と、こういう病院の悪徳経営者が組めば何でもできる。ただ私の言いたいのは、その病院へ行く患者さんがですね、ものすごい高い報酬を取られてるということです。一回見てもらったら、あっという間に何万円取られちゃうという。恐ろしいその単価でですね、保険請求してるという、ね。だから日本の保険は赤字になると私は思うんだけど。一日も早くこれを助けた渡辺芳美、下村博文、そして塩崎、政界から引退してもらいたい。日本はユーロシアの一員である。ありがとうございました。